やっぱりその呪いのかかったキーワードやったその向こうの、ブラウザー側がめっちゃ嫌がるね。うん、そうだ、そのパスワードか、パスワードを打つたびに、そのキーワードがね、向こうのコンピューターにインプットされるし、向こうの AI にインプットされるからね。わかりやすい、っていうか、意味わかる？何を言いたい呪いやねんって。意味わかるパスワードだとね、ブラウザー、しかも AI 自体が嫌がるよね。まあ、それと、いくらでもパスワード長いのをね、使える場合はね、その、ほんまに長く取りや。10ゲームじゃないけど。そうしたら、ハッキングを誰かがハッキングしたときに、その、追跡できるから。ハッキングされてるときにも。で、その AI ロボットに刺してしまうやんっていうか知らんけど、その、画面にな、出てん、水面下っていうかな。水面下でいいかな。水面下っていうかな。その時もな。水面、この、ネットの時も。水面下でさ、機械で照合しとんねん。だからもう使ってるってのは分からんけど。出さへんけど、いちいち。なんかあるために照合してんねん、パスワードって。だからなんか、いろんな電圧のな、電圧がちょっと変わった時も、もう分かりきってるから、水面下で画面に出さずに、パスワード何回も照合してんねん。で、長いパスワードの時は、結局、追跡されてしまうねん。ハッキングされた時に。だから長いパスワードかけるときは、喜んで長いの書いたら自分のパスワードが嫌になるぐらい長いの書いた方がいいよ。